進撃の巨人の面白いところはですね、地理的なところだと僕は思うんですね。えー、地理で状況を簡単に説明すると、人類というのはこの三重の壁の中に住んでいる。一番外側の壁、内側の壁、で、最後の一番外側、二番目の内側、最後の一番内側の壁、この真ん中のあたりに王都と呼ばれる王様が住んでいる大都市がある。 ですけども壁のサイズがですねとにかくめちゃくちゃでかいんですよ一番中央の都市からですね一番内側の第三の壁ですねウォール・シーナまでが半径2 5 0キロあるっていうふうに書いてあります半径が2 5 0キロですでこの3番目の壁から2番目の壁ですねウォール・ローゼまでが1 3 0キロ。かなりありますで一番外側の壁までは1 0 0キロ。つまりこの一番中心の町からですね一番外側の壁までですね 半径で,で、ね、480キロ、直径でいうと960キロなんですよ。かなりでかいんですね。実際の地図上に置い,置いたらどれぐらいのサイズなのかっていうと、例えばアメリカ合衆国にです、ね、この進撃の巨人の壁があったとしたら、一番広い壁がです、ね、ほぼです、ね、インディアナポリスからです、ね、ダラスまでですね、つまりアメリカのです、ね、中央平原を丸々飲み込んでしまうような巨大な こ円だだと思ってください。こんなでかいんんなですよ。アメリカ大陸の中央部がほぼまるまる入ってしまうぐらいのでかいんです。でヨーロッパに置いたらどれぐらいのサイズかっていうとヨーロッパに置いたらですねフランスの大体東部からですねポーランドの果てまでですねこれがもう全部入ってしまうような円なんです だから、完全な円形では無理なので僕はこのスペインからだいたいこれぐらいの壁だと考えた方がいいんじゃないかなと思ってでこれ何かっていうとほぼ古代ローマ帝国と同様のサイズぐらいだというふうに思ってください。